E962 号線は欧州自動車道路の B クラス幹線道路。全線がギリシャ国内にあり、エレフシナとティーバを結ぶ。アテネの北西で E94 号線と E75 号線を短絡する路線で2007年2月に設定された。欧州自動車道路で最も大きな路線番号を持つ。ギリシア国道3号線とその支線の一部が指定されているが、 アグは、ヨーロピアンアグリーメントンメインインターナショナル、トラフィックアータース、基幹国際動脈道路に関する欧州協定のすべての要件を満たしてはいない。この区間の高規格化路線として、高速道路 A13 号線が計画されている。起点は、アテネ西方のエルフシナにある、高速道路 A6 号線と国道3号線との分岐点である。マンドラ、エリスレスを経由して、 ティーバに至る。ティーバ市街政法で E962 号線は国道 3A 号線を通じて高速道路 A1 号線に接続する。2007年2月に設定された。E962 号線という路線番号は2002年から2006年まではイタリアを走る路線に割り当てられていた。e 号線はトリノの a 起点に E25 号線に接続して南イタリアに至るものであった。2002年11月に開通したが E45 号線につながる A22 からの交通と混乱するため2006年12月に廃止された。ありがとうございます。